たんです。なんなんと、あ、すぐ間違えちゃうんだけど、横ちゃんです。しんちゃんです。いくちゃんです。僕たちの遊び場。なんなんと。ということで今日は、ゆうたろうプレゼンツ、メイク企画です。僕何回か動画見させてもらったんですけど、全部見てます。すごいですよね、本当に。それを今回いい二人が来てくれたんでね、メイクしていたなと思って。うわー、いいのいいの、メイクもさ一回もやられてないよね。レギュラーなのに施すことがないっていう。でも今日何風メイクとかあるやん、いつも。ありますね。で、最初にね、テコロ君からやるんですけど、ここで問題です。やで、今日はですね、テラコッタメイクをやろうと思うんだけど、テラコッタとは。はい、あ、イタリアのプリン。惜しい。そう、俺ボケたの。はい、もうそのわかっちゃったな。じゃあ、寺田心。違います。寺田さんっていうメイク。違います。ちょっと俺のボケが一番惜しいってどういうこと。正解はですね、はい、イタリアまであったんですよ。イタリア語で、はい、焼いた土って言われるレンガ色ですね。俗に言うおい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 、オレンジ味のあるブラウン。そうですね。今日は心くんにやってきたと思います。はい、お願いします。心くん、心くん、で、あのベースはね、もうやってもらったんで、はい、今日はね、ちょっとこだわりたいなと思っていろいろ見て持ってきたんですよ。これとか、すごいね、これとか、これとか自分の、自分のですね、自前ですね、でもすごいね。じゃあ、アイメイクからやっていきます。こちら、テラコッタ色のこれタンメイクの、これはチークなんですけど、これをアイシャドウとして今日は使っていきたいと思います。そんな使い方もできるんですね。なんかチークなんですけど、リップにもできるやつで、しかもこれ安いんですけど、キャンメイクっていうのに1000円以下、基本的に。へぇー、お願いします。まずはこれをアイホール全体に塗り切りをできる。見ててくださいね。失礼します。丁寧チークシーン。あ、これダメなんです。全体的に塗っていきます。すごい、今どんな気分ですか、シンくん。彼が、彼は、彼がいい匂いがします。いい匂いがします。何をしてんだよ。それは今目、ね、これアイシャドウですね。アイシャドウをアイホール全体に塗っております。これが結構今回のベースとなってくるアイシャドウなので、目だけちょっとらしいんですよ。これを全体に塗り広げていき、あ、でもこれだけでやっぱちょっと印象が変わるもんなんですね。そうですね、目の周りが赤茶っぽい色になってるんで。次、こちらクリアのプロアイシャドウパレットですね。韓国コスメ来た。韓国コスメ来た。いっぱいね、ブラウン系の色があるんですよ。で、これのこの色、ザ・テラコッタっていうの、これちょっとラメが入ってる。お、はいはいのがあるんですけど、テラコッタ村。ちょっとこの時間しか喋れないから。これを、あの、二重幅に切り広げていきます。すごいよ。目だけでもさ、こうやって俺らは舞台やってる中でさ、やってもらうことが多いじゃん。自分ではわからないわけじゃん。そうですね。でもこうやってちゃんと自分でできるってすごいし。いや、だいぶ強いですよね。強い強い。ね、見せてもらっていいですか。あ、綺麗。わ、すごいね。あ、キラキラ、なんか。なんか女性味が急になんか出る。やっぱアイシャドウとかアイメイクは結構目がキラキラすると変わる。お、すごいすごいすごい。で、この下まぶたの目尻から黒目の始まりまで囲っていきます。お、同じ色で出てもらって。へー、ちょっと今表記なんか落ちてます。集中してる。なんか書いてる、言いたいこと。上を見たままだよ。ダメだよ。失礼します。ちゃんと書いてる。集中してんすよと書いてますね。なかなかいい字ですね。どうでしょう。ああ、綺麗。あ、すごいね。目がすごいすごいすごい。丸めなんで。めちゃくちゃ楽しみ楽しみ楽しみ。で、アイシャドウの最後にこちら、リッチアートの、あ、有名有名、アイコニックルックアイシャドウっていう、さっきのは細かいラメだったんですけど、こっちは結構もうギランギランなラメを塗ってきます。なんですけど、全体的に塗っちゃうと結構まあギランギランな発色になるので、まあ女性だといいんですけど、男性もね、ギラギラしてすぎちゃうかなっていうのがあるんで、いつものあれです。キラキラどこに塗るか覚えてます？あ、ちょっと待って、なんとかだけ、なんとかって俺が復唱するやつら。頑張れ頑張れ頑張れ。ちょっと待って、どこに塗るんだっけ今。黒目だけ。そう、わー、学んでます。素晴らしい。ちょっとだけ手に取ってもらって、また目線もらっていいですか。あ、黒目の目の部分だけちょん。黒目だけなんです。うわ、綺麗。キラキラってなるね。あの、なんかあるんだけど、どうですか、わかります。めちゃくちゃ綺麗。このカメラでわかるかな。目つぶってます。あ、目やばいね。本当に目キラキラ。めちゃくちゃ綺麗。照明が入るとめっちゃ綺麗になる。次はハイライトですね。これはもうランメのパールグローハイライトの01番。
01番これで立体的な顔にしていきます。まあもともとシンくんはお上品な顔立ちしてるんですけど、鼻筋から。なるほど。これはね、結構舞台役者の自分でやる人はいる。ハイライトってやつ。ハイライト書きました。うん、仲良く鼻のここからここまで。え、そこまでなの。あ、そうなんだ。まあ人の鼻によるんですけど、シンくんはもともと鼻筋が通ってて、骨が出てるの分かります。はい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 、はい、が出てるので、ここの高さがある部分だけと、うん、鼻の先っぽですね。それかゆい笑わないでください。とアイシャドウにした下ですね、ここの C ラインって言われるところ、この目のここのラインですね。確かに C の形。でも上には結構キラキラ塗っちゃってるんで、下の部分だけ。あ、眉の下ですね。今やってるのもハイライト。そうです。ハイライト眉毛の眉毛の下に塗るとめっちゃになる。最後にあのここの目と目の間のところに鼻血で塗ってきます。ハの字なんや、そこ。そう、間違えてたな、舞台出るとき。あ、でもこうやって移動したときにすごいキラキラ。ほんまや、すごいわ。分かるの分かります。きれい。じゃあこのパウダーを、これもキャンメイクのマシュマロフィニッシングファンデーションなんですけど、まあこれお粉ですね。お粉ファンデーション塗ったものに対して塗ってくれる。なるほど、ね、どういう意味があったんだこれって。はい、ただファンデーション終わった後にその汗とかで寄れないようにパウダーで優しくね。はい、え、油出てきたときもこれ。あ、もうこれは万能です。万能だ。すごい。え、次、ペーラーなんて自分でしますか。できないです。マジが割と長いんでなくてもいいんですけど、まぶたを閉じるようにして、クックックって上に上げるように。まつげが上がるとやっぱ目がめっちゃぶっちり。でもまつげは本当に、俺もまつげ長いんで、めっちゃ長い。じゃこれ上げてほしい、それ。これは、まあ後ほど。めっちゃこれ上げると、はい、めっちゃ上手。超上げてほしい。次、マスカラ。マスカラ。あ、気になってた、それ。これはジルスチュアートのブラウンの。ブラウンですね。はい。焦げ茶ですね、これは。まつげの。え、それ色つけてんの？一本一本のまつげに対して束感を出して、あの、はいはいはい、まつげをバサバサにします。あら、ね、まあ、超勉強なの。勉強になる。え、これって目開いたままやっけ、やるとき。はい。そうそう。下向いててくださいね。いきますよ。頑張れ。頑張ったき何回。ダメだよ。いや、下やんけ。するときするって書いて。一回。すること前に。ハハハハハハハすごいわ。ああ、女の子じゃん。すごいすごいすごい。くれくれ、まあ、黒だとちょっと強くなりすぎちゃうんですけど、ブラウンの方が柔らかくなるので、うん、楽しみ楽しみ。おすすめです。本当に目がパッチリ。すごいな。あ、じゃあリップバーのこれ新品です。え、わざわざマックのリップを塗る前のやつ。うわ、めっちゃ塗ってる。何だか食べ物みたいな。食べちゃ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 食べ。これだけ先に保湿をしていただいてもいいですか。あの、結構女性の方ってリップが強いと顔抜けしたりとか。はいはいはい、俺知っちゃいます。そう、おすすめです。そこは焼きリップで最後です。これであっという間ですよ。パッと変わりますよ。これ最近はあのリカフロッシュ。リカフロッシュね。はい、知らんやろ。めっちゃ知ってる。古川優香ちゃんがあ、古川優香ちゃんね。すごいやろ。リカフラッシュの人や。一番売れてるオランジェットっていう。本当にこれが一番売れてる色なの。え、その人の影響でってこと。まあもうありますし、今、まあ、マスク多いじゃないですか。はいはいはい。これを塗るとマスクにつかないんですよ。なんで。え、なんでマスク。でもこういうザ、え、残ったっていいのそれ塗って。結構かっこいいように見えるけど大丈夫なの。いきます。口を半開きにしてもらっていいですか。うわー、いつもの顔。メンズだとつきすぎちゃうので中心部分だけ塗っていくんですけど。色変わった。なんかすごいね。もっと濃くなるのかと思ったら意外に唇と馴染んでる。健康的。なんかいいな、それ、すごいいい色じゃん。テラコット。ああ、うん、完成です。おお、あ、でもすごいよ、女性感すごい。なんてなんだろう。でも本当に色気、目からの色気。やっぱアイメイクってすごいんですよね。いいですね。目つぶってアップとか。あ、目つぶってアップとか。あ、超綺麗。わかりますね。でもこう、シーンすげえな。このアップに耐えられる。お前すごい。超いい。あ、もうバッチリ。恥ずかしいですけど。大丈夫、めっちゃ綺麗だから。またこの写真で撮ると唇の色が。うん、すごい。綺麗だね。めっちゃ女の子。自分で見ますよ。自分の見た瞬間の表情を。いきます。うわー、誰？お前。す
すごこれすごいねこれあんま違和感ないけど自然にそうそうそ う, そうだからなんかメンズ売りのナチュラルにしましたありがとうございますピンクのテロコッタメイクでしたありがとうございますしかもめっちゃ勉強になったなんかあよかったじゃあ次は僕がやってもらえるんですかどういうあれだろうちょっと外国っぽいあよく言われますね顔立ちなのでそれを活かしていこうかなと思います